皆さん、こんにちは。いや、コロナがね、大変でね、外出自粛要請の日々がね、続いてますよね。なのでね、お花見とかね、行きたくてもね、人混みが怖くてね、なかなか行けないですよね。うつされたら困るし、まあね、自分がもしかかってて人にうつしてもね、すごい大変なのでね、なかなかね、人混みに行けないので、今回ね、車の中から見られる桜をね、探しに行きたいと思います。もう一切車から出ない。もう一人で車に乗ってね、車でね、見られる桜があるのかなってちょっとね、探しに行ってみたいと思います。それではこの愛車、スバル BRZ で桜探しの旅、行ってきたいと思います。さあ、今あそこ桜咲いてますね。綺麗ですね。ちょっと行ってみますか。ここの道沿いに桜が咲いてますね。よいしょ。さあ、この路地を、おお、見えますか、桜。車内から花火ですよ。あ、すごい咲いてるな、ここ。ちょっと今ね、たまたま通りかかって見えたんでね、こうやって見ています。すごい綺麗だな。おお、結構どこまでも咲いてる。すごいな。へえ、この辺車止めてみますか。よいしょ。ここは公民館の駐車場かな。おお、全然車内から桜見られますね。すごいな。こんな感じでね、車内から桜ね、見られますね。ねえ、チロル。ちょっと窓を開けてみたりして。チロルも桜を見てます。さあ、ではね、また次なる桜を求めて走りに行ってみましょう。結構ポツポツとね、咲いてますね、桜ね。今満開なのかな。今ちょうど満開ですね、桜ね。ここにもね、桜すごい咲いてますね。綺麗ですね。今ね、伊豆を伊東の方に向かっている道ですね。桜並木みたいな感じでね、まあ、車内から桜をね、ちょっと楽しむことができますね。お、やっぱり学校の周りは桜が咲いてますね。そうですよね、学校って桜ね、植えたりしますもんね。ね、学校桜咲いてますね。おお、咲いてますよ、山桜、綺麗ですね。さあ、この公園も車内から桜がすごく見えます。車内から桜を見ることができます。非常に綺麗ですね。ね、綺麗だね、チロルね。じゃあね、また次の桜を目指して車を走らせたいと思います。今度はね、伊豆スカイラインを登って、そしてね、桜の里というね、公園にね、車を降りないで行ってみたいと思います。きっと今ね、車を降りたらすっごいね、桜が綺麗だと思うんですけれども、ちょっとね、今回はね、コロナもありますしね、車を降りないというコンセプトなので、ちょっとね、たとえ人がいなくてもね、車から降りないようにしたいと思います。山道ね、ちらほらと、おお、綺麗、桜がほら咲いてますよ。すごい、桜のちょっとしたトンネルみたいになってる。車の中にこもってるだけのね、ドライブ、それでもね、桜を見ることができるんでね、かなりね、気分転換になりますね。このね、コロナで外出自粛要請の中ね、こうやってね、桜に色づいてる山の中をドライブするだけでね、気持ちが晴れますよね。さあ、冷え川インターチェンジ見えてきました。ここから伊豆スカイラインに乗って、桜の里伊豆高原の方に行きたいと思います。
よし、200いくらかな。さあそれではね、天城高原インターチェンジまで行ってみましょう。チロルはね、自分の席帰ってね。よし、さあこっからね、気持ちいい道路ですよ。ほらすごい綺麗、桜をね、道の両脇に植えてくれてるんですかね。有料道路だから伊豆スカイラインっていうね、すごい景色がね綺麗な道路なんですよね。で今入った冷川チェンインターチェンジから箱根の方にも行くことができるんですけれども、今はね天城高原逆のね伊東の方にね山を向かっています。またねこの道ね、箱根に行く道もすっごいね景色が良くて綺麗なんですよ、ね、今度ねそんな動画もね、ドライブの動画もね上げてみたいと思います。いや桜すごい綺麗ですよ、いいですね。ほらすごい綺麗、桜が、うわすごい、めちゃくちゃすごい、ここの桜。いや今入り口すごかったっすよね。ここもすごいわ、こんなに桜並木すっごい綺麗。いやーめちゃくちゃ綺麗でしたね今直線でね。うわすごい、あ料金所だ、終わりましたねスカイライン、ね、このままだとね世の中がすごいね不景気になってしまうんでね、早くねコロナがね収束してくれないとね、ちょっとね大変なことになっちゃうんでね。おっと、暗い話はやめましょう。さあ楽しく桜を見に行きましょう。伊東市、伊東市に突入です。伊豆市から伊東市に突入しました。ちょっとねコロナのね暗い話をねちょっとだけしちゃったついでにね、もう一個だけねちょっと暗い話をねさせてもらうとね、志村けんさんが亡くなったのが本当にショックで、もうね自分もね芸能人が亡くなってねこんなにねなんか悲しくなったのは初めてで、今もねすっごいショックなんですよ。志村けんさんのこの間の追悼番組もめちゃくちゃ笑ったけどめちゃくちゃ悲しかったし、加トちゃんけんちゃんご機嫌テレビも最高に好きでね、ね3つのね太鼓みたいなのを持って、おばあさんだったかな、大丈夫だダダンダダンとかってね太鼓を叩くやつとかもすっごい好きで、あの3つの太鼓もね欲しくて、いやもうとにかく好きでしたね。でね志村けんずっと第一線で活躍してましたもんね。加トちゃんけんちゃんご機嫌テレビの後も志村けんの大丈夫だとかね、バカ殿様とかね、今もね志村動物園でねずっと活躍しててね、まあねショックでしたね。個人的にはね、石野陽子と結婚したらすごいいいんじゃないかって子供の頃からずっと思ってたけどね、いやーもうショックでしたよ、未だにショック。皆さんもねちょっとねショックな方多いと思うんですけれどもね。さあまあね、暗い話はじゃあここまでにしましょう。そんな中ねコロナでね外出自粛要請の中、今車の中から見られる桜を探してます。すごいね今もね綺麗な花いっぱい咲いてますよね、桜とか。この目の前すごい特徴的な山ですよね、大室山っていう山でね、丸坊主みたいな山なんですよ、すごいっすよね。さあじゃあちょっとね桜の里にね行ってみましょう。おーやっぱり咲いてる、すごい綺麗だ桜が、すごいな。あれなんかお花見してる人が結構いるな、ダメでしょう、自分はねお花見はしませんよ。さあこうやってね、わー綺麗っすね、車の中から見るだけで、うわめっちゃ綺麗だな。ねえお花見に行きたいけどね、そういうわけにはいかない。ちょっとね皆さんちょっと気が緩んでますね。こんなにいくら静岡県とはいえこれは良くないな。このさあじゃあねこの綺麗な桜の里のね公園をこのまま後にしましょう。いや
チロル、チロル、公園に行かないよ。だから騒がないでね。いやー、マスクもしないでね。すごいなねえ、めっちゃ花見してるし、ちょっとこれはね、良くないですね、静岡県。あの、気が緩んでますね。今ね、世の中が大変なことになってるんでね、東京とかね、大阪だけね、厳しくするんじゃなくてね、こうやって伊豆とかもね、ちゃんとね、厳しくしなきゃダメですよ。あの、お花見しちゃダメみたいなね、感じにして、ちょっとね、ちょっと悲しかったな、今このコロナで自粛の中、普通にみんなマスクしないでお花見をして、公園に警備員までいるっていうのは、なんかちょっとね、ちょっとね、愛おしか、愛おし、ちょっと違うなって思いましたね、今。これは良くないな、うん。さあ、というわけでね、私はね、今のね、桜の里というね、公園を後にして、もう一個ね、心当たりがあるんですよ。桜がすごい咲いてるところ、車から見られる、ちょっとね、そこを目指してね、この峠をね、下っていきたいと思います。さあ、道がね、わかるかな。昨日ちょっとね、テレビに出ていて、桜並木ね、ほんと桜並木通りっていうんだったかな、名前も。伊東市のね、ちょっとこの伊豆高原を下ってったところにあるんですけれども、そこの桜がね、昨日ね、ニュースで出てて、すごい綺麗だったんですよね。なのでね、そこ車からね、見られそうなんでね、ちょっと行ってみたいと思います。出てきたな。いやー、やっとたどり着きましたよ、桜並木通り。ここだ。ぐる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 と回って奇跡的にたどり着いた。ほら、すごい綺麗これ、桜。いや、すごいっすね、桜並木通り。これをね、見に来たんすよ。これはすごい。はい、チロル、外に降りないよ、チロル。ねえ、チロル、すごいよ、ほら、桜並木。見てみ、チロル、ほら。見える。すごいね、桜のトンネル。綺麗だね。いや、これはすごいな。これはね、圧巻ですね。いや、すごい綺麗だな、これ。こんなにすごい。こんなに長い距離あるんだ。桜並木。すっごいな、どこまでも続いてる。いや、すごいな。おー、すごい綺麗。こんなに長い距離桜並木があるんだ。いやー、よかった、やっとたどり着いた。うん、これは綺麗だな、すごいな。うわ、まだまだ続いてる先に。こんなことってある？すごい、桜のトンネル。綺麗だな。そうか、覚えたいな、この道。すげえぐるぐる来たもんな。うわー、すごい桜吹雪ですよ。これはすごいな。これは綺麗だな。
一番綺麗かもしれない。すごい満開、本当に満開ですよ。というわけで BRZ で車から降りないで桜を見に行ってきました。思ったよりもめっちゃ桜見ることができました。皆さんもぜひねドライブで、花見をしてみたらいかがでしょうか。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。ちなみに燃費は 11.3 キロ、リッター 11.3 キロでした。さよなら。